フランチェスコ一世デステは、モデナ及び、レッジョ公、アルフォンソ三世デステとイザベラディサボイアの次男として、生まれた。ヒーザベラが創生した後、世を墓なんだ。アルフォンソ三世は、そうとなるため息子フランチェスコへ上位した。最初に、フランチェスコが直面したのは、1630年から1631年に、かけて、ペストの大流行で、 モデナの住民の約7割を失ったことだった。1631年、マリアカテリーナ・ファルネーゼと結婚。30年戦争が勃発すると彼は、スペイン側につき、パルマ公国へ侵攻した。彼がスペインへ旅行し経費を支払った時、彼は何も、スペインからもらうことがなかったが、ただ一つ23万フローリンの支払いによって、コレッジョを獲得した。 後のカストロ戦争では、フェラーラ再征服を狙うローマ教皇をウルバヌス八世に対抗してベネツヤ、パルマ、フィレンツェと同盟。戦争は1644年3月にモデナ人のために何も得るものがないまま終結した。再びスペインからの何の助けも望めなくなると、彼はマザラン数奇教の朝廷でフランスと結んだ。彼がクレモナ征服に失敗すると、 30年戦争は、スペイン有利に傾いたため、フランチェスコはフランスへ渡り、マザランの名ラウラ・マルティノッチと、着死、アルフォンソの縁組を整えた。ミラノからやってきたスペイン軍の侵攻に耐えた後、彼は、フランス、サボイア公国と同盟し1656年から1657年に、かけて、アレッサンドリアとバレンツァを、息子の協力で征服した。 1658年にモルターラを征服するものの、マラリアにかかってサンティアで救世した。彼は腕のいい軍人であり、善良な性格で信仰心の厚い人物だった。彼は広告宮殿、巨大なスペルタ劇場、ペンテッドリの別荘、ナビーリョ海峡の広大化と港の補修、チッタデンラの再建設など、モデナのインフラ整備に努めた。1631年、 マリア・ファルネーゼと結婚。旧死を設けたが、1646年に死別した。1647年、戦災の妹、ビットリア・ファルネーゼと再婚して、娘を一人設けたが、彼女も1649年に急成した。1650年、ルクレツヤ・バルベリーニと再婚した。ありがとうございます。